ってる？知らない？セリーナ・ウィリアムスってテニスのめちゃくちゃ勝った人、世界大会のツアーで優勝96回してて、オリンピックでも金メダル、4個持ってるな。この選手が試合中にあるノートをずっと見てんだって。何書いてたかっていうと、4つ常にポジティブでいる、足を動かせ、でフォアハンドを振り切る、バスケットで言うとシュート縮こまって打つなよとかさ、フォロースルーしっかりしようみたいな、でミスしても気にするな。だこの4つの言葉をもうタフな局面の中でずっと自分自身に言い聞かせて読んでるんだって。まとめると何かっていうと、もう積極的にってこう勇気を出してやってるでしょうって、ここに行き着くよね。だこんだけすごい選手でも試合中いろんな山があってこう向き合っていく中でやっぱここに行き着くんだなっていうところを、このゲームテストマッチの中でもこう感じながら、そこでどう処していくかっていうことも最後仕上げとしてやっていきたいなと。素晴らしい機会でした。で、一番嬉しかったのが、もう気持ちで全く負けてない、フィジカルとか高さに上回られることもあったんですけど、そのうまくいかなかった後に落ち込んだりすることなく、自分自身で考えて次こうやった方がいいんじゃないかっていう工夫、それがこうひらめきとしてこうプレーに現れていたっていうところが結構あったんですね。でそれをその直感とかひらめきを今こうテーマにこうトレーニングしてきた中で、そういうことがアメリカ相手にも出せたっていうことは、まあコーチとしても嬉しいですし、選手たち自身もその喜びとか手応えを感じられてるんじゃないかなっていうふうに振り返ってます。ソースケご飯を作る ソースケが作ってくれました。優しいからね、綺麗自分で言ったらギャップギャップギャップ、本当に仲いいですよね、二人ついてくる早くしてもらいます。こうやってやって、あ、ちょっとあれしてね、違うよ。そうじゃん。だって初日は勝ったけど、でもじゃんけん勝たないじゃん。え、でも1対1勝ってる。どんな存在ですか。どんな存在？どんな存在なのね。うるさい。カメラマンさん、はいはい、一応私一番目だよね。いくよ。はい、チーズ。
ごいから勉強になります。勉強なんか違うもんね、多分タイプが違うからお互いいろいろね。だってスリーもあるし、プルアップもあるし、フローターもあるし、全部あるじゃないですか。さっきステップバック教えてもらったんですけど、えぐいえぐい。長短の時はもうずっといたからいろいろ聞けたんですけど、1年も帰ってこないんで、もう今こうやって一緒にできるのはめっちゃ楽しいです。でもお互い負けず嫌いなんで、そうガーって言ってるよね、いつも。マジ負けたくないけど、めっちゃ楽しくやってます。いい先輩らしい。やっぱりガードはずっと争奪戦だったので、まあ、毎日苦しかったなって思って、まあ、本当に12人に入れてよかったなっていうふうに安心してます。いつが一番苦しかったですか？なんか周りっていうよりは、なんかやっぱ絶対にずっと自分のプレーがいいわけじゃないんで、この半年間で、なんでやっぱりその悪かった時にどう立て直すかっていうのが、やっぱり選考期間中だとこう比べられるので、いろんな選手とやっぱその時にやっぱちょっと気にしちゃうっていうのが一番大変だったかなっていうふうに思いますね。どういうふうにストレス解消したりとか、気持ちの整理したりとか。そういう時はオフの日は絶対体育館に来ない。バスケのビデオとかは絶対見ない。あとはもう本当にバスケットしてない全く関係ない人に話して、もうただただ話を聞いてもらうって感じですね。まあでも今まで頑張ってきた自分が評価された瞬間だったなっていう風に嬉しく思ってます。まあ、安間選手だったら、まあ、町田選手と似てゲームコントロールだったり、まあ、山本選手だったら若さあふれるエネルギッシュあるプレーだと思うんですけど、まあ、私は本当にスピードなので、まあ、その自分のスピードを、まあ、コートの上で表現できたらいいなというふうに思ってます。本当一人一人のタイプとか持ってるものが違うので、みんながみんなのいいところを出せればいいなっていうふうに思って、練習中もみんなで声かけて関係者通りからやってます。いや本当になんか多分みんながそのなんか、ね、競争みたいに言ってますけど、でもお互い本当にこうした方がいいんじゃない、あした方がいいんじゃないっていうのは常にコミュニケーションは取ってるし、それぞれの特徴というか、まあ、それと違うので本当に